ザブーン天使の海から来ましたみつきなぎとうさめなみです。今日の企画は24時間限定育成ウマ娘なぎなみカップ、イエーイ。アプリのウマ娘で24時間丸1日その時間内で育てたウマ娘のみでレースを行っていくというルールです。ルームマッチっていうのが実装されて、いろんな人と対戦レースができるようにアップデートされたから、なぎなみでもやってみようかなと思いました。いいね。出場レースは有馬記念、サポカの制限はフレンドを含む SSR を2枚まで、ランクは A ランクまでのウマ娘限定って感じでやっていきたいなと思います。面白そうだね。でしょ、まあね、今回は一応なぎちゃんと私の他にもウマ娘をやっているおトリトンとヘントリが私たちの前に立ちはだかるらしいよ。わー、まあ、トリトンたちも忙しいから、もうワンチャンいける可能性もあるよね。ある。ちなみに優勝したらなんか賞金とかあるんですか？あ、 iTunes カードが欲しい。 iTunes カードください。アプリだしね、課金したい。ガチャ回したい。おー、いいの？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 これはやる気出た。いや、もう頑張るしかない。やろう。それでは、ウマ娘育成開始。なぎなみ、お花にです。9時12分です。最近全然できてないので多分一番弱々ですが、レースで3人を打ち負かしてトップになろうと思います。まずは私は今日お外にいることが多いので、お外に行く準備をしてきます。行ってきます。おはようございます。時刻は12時4分です。まだ早い。おやすみなさい。2つ目の予定が終わりました。ただいまの時刻が1時8分になります。ウマ娘の育成を進めていきたいと思います。まずはゴルシュから育てようと思います。一回これで行ってみよう。ポポちゃん、画面見えるかな？私の手で見えないかな？ポポちゃん。おはようございます。二度寝から生還しました。今の時間は14時半寝すぎた。いや、でもその前に原神の樹脂を消費してから行きます。天道万象。じゃあ馬娘やりに行きます。今回の、私の作戦といたしましては、ゴルシは安定に入れときたいかなっていうのと、デバフ要因でナイスネイチャーをで、もう一枠を最優秀のライスシャワーかスペちゃんか会長で悩んでいる感じです。とりあえずゴルシとナイスネイチャーを育成していこうかなと思います。まあ大丈夫でしょう。え？なんで？ブロックされたのか。聞いてください。全然ダメです。まあ、考えすぎて、いや全然休んでないんですけど。めちゃめちゃ時間経ってるんですよ。ほら、もう20時44分。全然うまくいかない。ああ、やばい。本当に頑張るぞ。これは、馬娘です。これは馬娘です。ただいまの時刻、1時3分でございます。ゴルシの育成がちょっとうまくいった気がしたので、また、
動画を撮り始めてみました。頼む頼む、よしナイスナイスナイス、よしよしよし、かな、やったスピード S スタミナ A、 これいいんじゃない、いいんじゃないの、お、やったー A ランク、いいんじゃないですかこれ。はい、こんな感じのゴルシが出来上がりました。ちょっとこっちにしようかなと思います。ただいまー、もろもろの作業を終え、用事も終え、この作業する環境を整えた今の時間が1時31分。もう3人強いのを作るのは私には無理だと思うから、一人強い最強の子を作り上げることにします。とりあえず育てる、そこが大事。マックインが長距離だから、え、イージイージもちょっと調べよう。なんて調べたらいいかもわかんないもんな。あ、歯医者二重丸だって。あ、じゃあこれでいいかな。ものは試しだな。逃げてスピード完了したのですが、育成を失敗しました。シンボリルドルフを育てる、強い会長を作ります。全1、え、ダメだった。難しい。確かにあるから、おなかなのだ、必ずないと呼ぶな。皆さん、お待たせしました。私が一番大好きなライスちゃんです。シャドウ溢れてくるよ。かわいいね。今日もよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。あ、かわいいね。二つのイマジネーション、さよなら。スキル、はい、スキルの取得についてなんですけども、で、はい、ヒントがないスキンスキルを取るぐらいだったら、ヒントがある通常スキル3つの方が評価点が高い。 URA までに、ヒントレベルがマックス以外のスキルは取らない。これ間違いない。取らない。はい、なんで基本的にはヒントレベルマックスのものだけを取って進める。ヒントレベルマックスじゃないものは URA までは取らない。で、そこまでにもし URA までに負けてるようだったら、それはもう育成自体が失敗してる。無理じゃない。スタミナの育成、ゴルシが一番育った。ダメだー。眠たい。最初にできた、このゴルシで戦おうと思います。運もあるって言ってたから、もう運にかけます。ただいま5時43分です。5時で日付が更新されるので、フレンドも借りられるようになったんですよ、また。なのでちょっともうちょっとやってから見ようかなと思います。はい、一日経ちました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー疲れた、眠いぞ。やばかった。頑張った。どうだった、なぎちゃん。魂は込めた。いや、私もね、頑張ったから、もう今までの、うん、もう勉強してきたことをね、ちゃんと活かして頑張って育てたから、まあビリは嫌だなと思って。嫌だよ。頑張ってほしいです。じゃあほい、メンバーが揃ったので出走していきます。作戦としては、私はね、先行のライスと、もう追い込みのゴルシ、差しデバフのネイチャで行こうと思ってます。もう私はゴルシにかけてるので、俺のゴルシはいける、信じてるぞゴルシ。一番人気は、ヘントリの会長ゼフ長です。ゼフ長。2番人気はオトリトンのミホノブルボン。あー、好調だ。これちょっと強いかな。3位が私のライス、先行のライスですね。俺のゴルシ11番人気だよ。俺のゴルシ11番人気。1番ゴールドシップ。強いな、みんな。いいこのゴールドシップは俺のゴルシ。いや、これ敵だな、マジで。このオトリトンのミホノブルボン、マジで強いから。わー、みんな強いね。じゃあレースで、うわ、マジで頑張って。ナイス、頑張って、本当に。俺
ね、こういうの毎回。めっちゃかっこいい。みんなで行こう、アリバキモン。曇り空の下、中山レース場芝2115年の馬娘たちが挑みます。一番人気はもちろんこの子、三冠馬娘11番シンボリルドルフ、実力は負けていません。芋のさん欲しいんだよね。三冠馬娘リホのブルボンライスシャワー3番人気です。下克上は起こりうるのか。気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了。いいね。出走準備が整いました。始まるぞ。いいよ、出だしいいよ、出だしいいよ、いいよいいよ、走れ走れ、出だしいいよ、出だしいいよ、いけいけ、ゴルシちゃんと発動する、この2人が競り合っているぞ。俺のゴルシも頑張って。大丈夫だよゴルシ、いけるよゴルシ、お前ならできるぞゴルシ。このブルボンに勝て、リホのブルボンに勝て、ライスシャワー1周目の2つ前にかかっていく。そして東海帝王大きく離れて1番ゴールドシップ、あとは待ちかね服着てる、それを見るように11番シンボリルドルフ、ライスシャワー上がっていきます。ちょっと前に出ましたね。2番マヤノの服が回復しました。先頭がやや早いのか、いけない方、各自自分のペースを保っているようですね。このマヤどれの誰なんだろう。マヤノトップが先頭に参ります。ナイス、ナイス。あの場所はね、頑張れ頑張れ。先行の中でも一番前に最初が良いの。ただここで姉ちゃんが人間の出番を打ちくれないと勝てない。これ多分後ろのゴルシ、私のゴルシじゃない。お、行った成田市最高バレーという頑張れゴルシ、頑張れゴルシ、いいぞいいぞ、下げてるぞ下げてるぞ、頑張れゴルシ、姉ちゃん頑張れ、姉ちゃん頑張って、逃げに会長も頑張れ、逃げにかけてくれ、残り数メートルを通過、声優も頑張れ、マヤノトップがそのうち並んで7番マヤノトップ、ライス、ライスナンバー、どうだね、あのサーチが出てる、サーチに持ってきてる、どっちの見本、やばいやばい、姉ちゃん姉ちゃんナイス、姉ちゃんナイス、姉ちゃんナイスだよ、いいよいいよ、すごいすごい、少し離れて、うわすごい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 、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。嘘、なんでだよ、うわこれどっちの、どっちが誰のマヤ、俺のゴルシ、俺のゴルシ、頑張れゴルシ、走れ、うわすごい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 、うわおー、あ、俺のゴルシどっちか、ちゃんと頑張らなくちゃ、で、どっちのマヤだったの、おー、え、やば、1位と2位両方取りとんじゃん、あ、え、見て7番に俺のゴルシいる、俺のゴルシ、私のゴルシに勝ってるじゃん、俺のゴルシ7番、ラッキー、いいよいいよ、俺のゴルシ、あれ俺のゴルシ、俺のゴルシ、なぎなぎちくしょう、負けた、負けたね、いやまあトリトンでね、強かったね、強かった、うん、でも私は満足です、一生懸命走りました。まあ、今後もね、いろんな縛りを加えたレースだったり、うん、まあ、生放送では視聴者参加型のレースなどしていけたらいいなと思っておりますので、うん、皆さんぜひお楽しみに、楽しみに、それではまたねー、またねー。